どこへでも、どこまでも、ついてく。ハレルヤ、ジーサスラブシュ、主は良い方です。違うよ、主はとっても良い方だよ。アーメン。と今回はベテルミュージックの Wherever You Lead っていう曲を今カバーしてるんですけど、いつもどんな感じでやってるのか紹介したいと思います。いつも英語の曲で日本語版がなかったらいつも私が日本語版作ってます。曲はこのガレージバンドっていう曲、アプリを使ってます。私がピアノ弾くときはこのピアノとiPad をつなげて弾いています。他にもこのアプリの方からいろんな音を付け足したりやっています。流すと、こんな感じでいつも作ってます。せっかくなので私のちっちゃなスタジオを紹介したいと思います。ここにはドラムとギターが置いてあるんですけど、このギターは私とアキナの分で2台置いてあります。ドラムは今電子ドラムなんですけど、まだ練習用として使えるものなので、まだちゃんとしたやつは置いてありません。ここはピアノ2台置いてあります。ここら辺は全部リサイクルで買ったものなんですけど、まだ私たちも練習中なので、ここら辺からスタートしてやっています。じゃあ私たちがいつも使っているこのマイクはブルーバーブルーバーっていう何ブルーバーブルーバーなんかこんな感じでふざけてる子なんですけど、あの時歌ってた子です。私たちが使っているインターフェースはこのフォコシュライトっていうインターフェースを使っています。ここら辺は全部リサイクルじゃなくて、私のママおばあちゃんからもらったやつです。今から練習したいと思います。でもその前にご飯食べましょう。食べよう。 Here we go。 お前何作ってんの？なんかいいのダディじゃん。ただいま。あ、もうおかえり。ハレルヤハレルヤ。まあ今日のご飯何？ステキだ。ステキステキ。わー、おいしそう。早く食べたい。これ出来上がったやつ、皆さん一緒に食べましょう。ダメ、誰だけ食べる。ダメ。ダメ、マッチューだけ食べる。あとはピアノと歌を合わせるだけです。今ちょっとピアノと歌を合わせてみたいと思います。どこへでもどこまでもで。
今起きました。今日本当は学校なんですけどお休みしました。今日は神様の仕事をやりたいと思います。でもその前にちょっと朝ごはん食べます。 Here we go。 今からピザ温めます。食べたい。ピテテテピテテユー。食べたい。まだピザだけだと足りないので、アキナが今パンケーキ作ってます。作ります。やっと。ねえ。今日から君は私の友達だよ。これ友達だよ。でも友達は美味しいんだよ。そうだよ。パンケーキ食べ終わったけど、まだみんなお腹いっぱいじゃないので、味噌スープ作ります。卵入れる。今ご飯食べ終わりました。今から支度したいと思います。 Here we go。 3章20節です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。私はお父さんからよくこのような質問をされたことがあります。もし家に誰か知らない人がドアを叩いて、私は優しいので家に入れてくださいと言ったなら、その人を家に入れるか入れないか、もちろん私は入れないと答えます。なぜなら私はその人の名を知らない、またその人と家族でもないからです。なので私たちもいつか天におられる神の扉を叩くとき、神に私はあなたを知らない、あなたは私の子ではない、なのでここへ入れることはできないと言われるでしょう。さっき御言葉を読んだように、今唯一の神の聖霊様が私たちの心の扉を叩いています。もし唯一の神の子になりたいのであれば、心からこのように祈ってみてください。イエス様、私の心を開きます。私の心の内に入ってきてください。あなたを信じます。あなたが私のために十字架の上で血を流され、また3日目のうちによみがえられたことを信じます。この祈りを心から祈れば、今は神の子です。そして神様の御言葉通り信仰生活をすれば、いつか神の扉を叩いた時、神に我が子と呼ばれ、またお父さんただいまと言えるでしょう。主の皆褒めたたえるさ、歌い続ける。おのおのなる
今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。また日曜日会いましょう。 See you Sunday. Always remember Jesus loves you and I love you too. さようなら。